はい、こんにちは。読みの板組です。今日はですね、CM でもおなじみの風邪薬パブロンの風邪研からですね、お話をいただいて、ここパブロンをですね、研究開発している大正製薬さんにやってきました。はい、これからですね、受験シーズンだと思うので、受験生ですね、まず風邪をひいてほしくないので、この動画を作ることに、しています。ということで今日はですね、この大正製薬で風邪薬を研究されているスペシャリストにですね、いろいろと風邪のメカニズムや対策方法までいろいろ詳しく伺っていきたいと思います。それでは行ってきます。それではですね、早速ご紹介しましょう。大正製薬でパブロン風邪薬の研究開発をされていて、さらにですね、パブロン風邪研の研究員でもある中堀さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。風邪研研究員の中堀です。よろしくお願いします。いや、ついに風邪研のことがね、聞けるということなんですけど、早速ね、聞きたいことがあります。はい。風邪研って何ですか？はい、はい。風邪研というのは、風邪に関する不安や悩みを少しでも和らげたいという思いから、パブロンのこれまでの研究成果、これをもっと世の中に発信して生活の中でお役立ていただこうよと、そういった考えのもとに立ち上げた研究所なんです。今日匠さんに来ていただいたのも、はい、パブロン94年の歴史があるんですけども、はい、その中で生まれたその研究成果を分かりやすくお届けしたいと思ったからなんです。94年というのは1994年からじゃなくて94年間ですか？はい、そうなんです。94年前は僕は生まれてないですね。私もです。それじゃあ、その風邪研の中で、はい、その中堀さんは何をやられてるんですか？はい、私は普段その風邪から早く治るためには、はい、どういった成分を組み合わせればいいのか、また世界で今風邪がどんな風邪が流行っていて、どんな対処法が行われているか、そういったことを私19年間ですね、はい、研究しているんです。そこも普通に長いですね。はい、お恥ずかしいですが。はい、ということで、はい、今日は匠さん、私に何でも聞いてくださいね。心強いです。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ早速めちゃくちゃ基本的な質問で申し訳ないんですけど、はい、そもそも風邪ってどういうもので、どうやったらなるかってお聞きしていいですか？はい、意外と風邪が何者かって知られていないですよね。はい、ちょっとこちらの絵をご覧ください。はい。風邪というのは喉や鼻、専門的に言うと気道粘膜という場所なんですけども、はい、そこにウイルスや細菌などの異物が入り込むことから始まる病気なんです。で、入ってくるウイルスに人の体は抵抗しようとしますので、はい、それによって喉の痛みや鼻水、熱など、そういった症状が現れるんです。なるほど。じゃあウイルスが、鼻とか喉に入ってきたらそれでおしまいなんですか？はい、そう思われますよね。でもご安心ください。分かった。実はこのウイルスの侵入に対して喉や鼻にはそれを守る防御システムがあるんです。ちょっとこちらの絵を裏にご覧ください。こちら、模式的に示しているんですけども、気道粘膜バリアというのが喉や鼻にはあるんです。これ一本一本繊毛というものなんですけども、これがその鞭を振るように常に動いていて、ウイルスが入ってきても外に押し返しているんです。そういう繊毛とか僕大好きです。あ、本当ですか？大腸菌の弁毛を大学院の時にいろいろ勉強してたんで、はい、あれのイメージに近いです。こういうの大好きです。はい、でこの元気な時の繊毛って実は1秒間に15往復、もう目に見えないぐらいのすごいスピードで動いてるんですよ。でもこれが、この繊毛がその風邪をひくとダメージを受けて動きが悪くなってしまうんです。ちょっと模式的にこちらに示しましたけど、こういったちょっと形もおかしくなって動きも悪くなって、結果としてウイルスが外に流れていかなくなってしまうんです。でこのダメージが、喉のいるうちはまだいいんですけど、はい、だんだんこれが気道の奥の方まで広がってきてしまうので、そうなると風邪をこじらせる、そういった状態なので、なのでその喉が大切だよって言われるのはそういったところが由来してるんです、なるほど。でもその風邪は熱から来るとか寒気から来るっていう人もいるじゃないですか、はい、それはどうなんですか？はい、実はその熱や寒気が出てる時ってもうウイルスの侵入を許してしまって体の中でも十分増えてしまった状態なんです。実は気づかない間に風邪って喉から始まっているんですよ。なるほど。風邪はじゃあ喉からなんですね。はい、そうなんです。はい、あともう一つ大切なことがあります。はい、こちら風邪の引き始めから回復期まで経過を示したものなんですけども、ポイントは先ほど出てきた気道粘膜バリア、そこを突破された後の罹患期になります。この罹患期というのは、いろんな症状が出て辛い時期なんですけども、ここを無理してしまうとこの体の抵抗力、これが回復期にガクンと下がってしまうんです。
なのでこの罹患期をうまく過ごして抵抗力が下がらないようにすることも大切なんです。なるほど。なんか一回風邪ひいたら免疫がつくから大丈夫とかないんですか？はいはい、そうですね、感染したウイルスに対する免疫がつくんです、うん、はい、でも実はこの風邪のウイルスって200種類以上も存在するんです。200種類？はい、そうなんです。200種類で、なんか今ボケようとしたんですけどちょっとそういう医学系のフリーに僕まだ免疫なくてお上手ですねとりあえず風邪をひいたら次の感染に備えるってことは大事なんですね。そうですね、ありがとう。いくら免疫をつけてもやっぱりいたちごっこなので、はい、次への備えっていうのが大切なんです。なるほど。いや、知らないことがたくさんあって本当に面白いんですけど、なんか風邪対策の裏技とかってありますか？はい、気になりますよね、はい、風邪の対策には鉄則となる3箇条がありますので。3箇条、はい、それに沿ってご説明します、ね、はい、お願いします。まず早速1つ目です。3箇条のその1、喉を守る力を高めることです、はい、出ましたね、風邪は喉から。そうです、はい、喉を守ること、ウイルスから身を守る気道粘膜バリアの特に繊毛ですね、この繊毛の働きを落とさないことがとても大切なんです。たくみさん、いきなりですが質問です。はい、繊毛の働きを落とさないために何をすればいいかご存知ですか？叱咤激励とかですか？もっと動けるお前らもっと動けるよとか、まあ、うがいですよね。はい、よかったですね。よかった、はいはい、うがい以外にも加湿器をつけたり、あとマスクをしたり、まあ、そういったところで喉を潤したり、あと飴を舐めて唾液を出す、まあ、そういったことも有効なんです、うん、なるほど。あと風邪薬の中にもこの繊毛の働きを助けるものがあるんですよ。はい、逆にあれですね、お酒を飲みすぎたりタバコを吸ったり、まあ、こういったことって繊毛の働きを落とすので非常に注意なんです。そうなんですね。でもなかなか外出中とかってうがいできないじゃないですか。そうですよね。そんな時は水やお茶をそのままゴクンと飲み込んじゃってください。実は風邪のウイルスって胃酸に弱いんですよ。なのでゴクンと飲み込めばウイルスは胃の中で活性を失いますし、喉も潤って一石二鳥の対処法なんですよ。そうなんですね。じゃあ飲むうがいですね。そうですね、はい、では3箇条2つ目に行きます、はい、こちらです。症状が辛い時は食事も注意です。たくみさん、はい、食べ物を消化するのって実は たくさんのエネルギーを消費するってご存知でした？いや、なんかむしろ食事はエネルギー補給って感じでした。そうですよね、はい、でも実は食べ物を消化するときに胃腸でたくさんのエネルギー使ってるんですよ。ご飯をお腹いっぱい食べるとすごく眠くなったりしますよね。確かに、はい、あれって体中の血液やエネルギーが胃腸で使われてしまってるからなんです、うんうんうん、風邪の時にお粥など消化のいいものを、はい、勧められたりすると思うんですけども、うんうん、あれってそのウイルスと戦うことに、まあ、エネルギーを残しておく、まあ、そういった意味でも理にかなってるんです、うん、パブロンのウェブサイトでは風邪の時におすすめの愛情レシピを紹介しています。ぜひご覧になってください。愛情レシピ、はい、いいですね、はい、愛情、愛情です、はい、消化消化って感じですさすがさすが、はい、では3箇条の3つ目に行きます、はい、治りかけは油断禁物です。風邪のウイルスって実は症状が治まった後もしばらく体の中に残っているってご存知でしたか？いや、なんか熱が下がったら仕事しようって思っちゃってました。そうですよね、はい、ついついそう思っちゃいますよね。でも治ったと思っても油断しないこと、これ鉄則なんです。しばらくは無理せずに体の中に残ったウイルスと戦うことを意識してください、はい、そして、たくみさん、治りかけにおすすめしたいのがズバリ笑うことなんです。お、笑うとこの自然免疫活性というのが高まるので、はい、楽しい動画などを見るのがおすすめなんですよ。え、たくみさんの動画を普段ご覧になっている皆さん大丈夫そうですよね。大丈夫ですけど苦笑いでもいいかなっていうのが中森さん、いろいろ裏技を教えてくださってありがとうございます。でもやっぱり対策ってなると風邪薬も大事ってことなんですよね。はい、では続いて風邪薬について少しご説明します、ね、はい、まず最初に知っておいていただきたいのが、うんうん、風邪薬って風邪の症状を和らげるものであって、うん、ウイルスを直接攻撃して倒す特効薬ではないんです、うん、なるほど。ウイルスを倒すってことじゃないですね。そうなんです。なんか風邪薬ってたくさんあるじゃないですか。そうですよね、はい、その何が違うんですかね。はい、まあ、いくつか違いはあるんですけども、一番こちらに示した成分です、うん、風邪薬って11の症状を和らげる効果が一般的にはあるんですけども、はい、それぞれの症状に対して例えば気道粘膜をケアして痰を出しやすくするアンブロキソール塩酸塩やイブプロフェン、クロルフェニラミン、マレイン酸塩、まあ、こういったいろんな成分が入っているんです。これがこの製品ごとに入っている成分の種類や量が違っているんです、うんうん、アンブロキソール塩酸塩と、
ね、イブプロフェンとフルオロフェンには、ね、いやよく噛まずに言えません、ね、噛みますよ ね私もギリギリですまあこの噛むような成分、あの病院の薬だとこれが成分ごとにいくつかの製剤に分かれてて、うん、まあ、よくあの食後30分以内に一緒に飲んでくださいねって言われると思うんですけども、はい、パブロンなど その一般用の風邪薬っていうのはこれが一つにギュッとまとまっているんです。あ、便利ですね。そうなんです。でも実はこの一つにまとめるっていうのが意外と難しくて、はい、うまくやらないとこの成分同士が反応し合ってしまうので、うん、まあ、それでバラバラになったり、うん、まあ、あとはもうものすごく苦くなってしまったり、まあ、そんなことが起こるんです。苦くなってしまうパターンも気をつけるんですね。もう我慢できないぐらいになっちゃったりするんで、ザ・プロの技って感じですねありがとうございます。日々苦労していますあともう一つ、効き目はもちろんなんですけども、服用しやすいお薬じゃないといけませんよね、うん、でパブロンはその成分を増やして効き目を強くするだけではダメだと考えていて、うん、まあ、風邪から早期回復するには、まあ、どういった成分の組み合わせがいいのか、うん、配合の妙と言っていますけども、そちらにもこだわっています、はい、うん、なのでまあその完成までにその作っては試し、まあ、繰り返すんですけども、うん、これって実は200から300っていうすごい処方の数になってしまうんです。200から300。そうなんです。すごいですね。びっくりですよね。はい。たくみさん見てください。これ全部パブロンの風邪薬なんですよ。めちゃくちゃありますね。はい。まあ、どれも丹精込めて作り上げた思い入れのある風邪薬なんですけども、はい、まあ、用法や、まあ、どういった方が飲まれるか、あと剤型、まあ、錠剤であったり、微量であったり、シロップであったり、まあ、そういったものによっていくつかに分かれているんです、うん、今日はこの中から2つご紹介しますね。はい、お願いします。まず1つ目はこちら、パブロンエースプロというものなんですけども、はい、こちら私の一番のおすすめです、うん、あの先ほどもご説明した気道粘膜ですね、こちらをケアする成分、うん、アンブロキソールエンサインと L カルボシステインという2つの成分を同時配合しながら、うん、まあ、喉の痛みや熱に効くイブプロフェンというものをパブロンシリーズで最大量配合しているんです、うん、まあ、その分なかなかその開発には非常に時間がかかりましたけども、効き目に優れた風邪薬を作ることができたんです。あのこれから冬じゃないですか、はい、僕すごく冬風邪ひきやすいんで助かりますね、はい、あ、そう言ってもらえると嬉しいですね。ちなみにあの他のおすすめってありますか。はい、もう一つご紹介します。こちら、1日2回型の持続性パブロン錠というものなんですけども、はい、こちらその、まあ、1日2回型ということで1日3回飲むのが難しい、まあ、あるいはその薬を飲み忘れるとなかなか治らなそう、まあ、そういったあの声っていうのがありまして、うん、はい、それを受けて開発した新商品になります、うん、でこちらの先ほどのパブロンエースプロでも配合していたアンブロキソールエンサインやイブプロフェンというものを早く溶けかつ長く効かせる、まあ、それに初めて成功した風邪薬なんです、うん、まさに努力の結晶って感じですね。はい、ありがとうございます。いや本当に今日はいろいろと勉強になりました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、ということでですね、今回はパブロンの研究所にお伺いして、そもそも風邪とはどういうものなのか、そして、風邪の対策、風邪薬と何かについてですね、勉強させていただきました、風邪は喉から、皆さんもですね、この動画で学んだことをぜひ活かして、そもそも風邪にかからないように、そしてかかった場合にも適切に対処できるように心がけていってください。ではですね、これから始まる風邪シーズン、どうか皆さんが、風邪にかかりませんように。